ロスチャイルド家の紋章、5本の矢は、ロスチャイルド5兄弟を示す NM ロスチャイルドサンズは、イギリス、ロンドンの名門投資銀行。1811年に、ロスチャイルド家のマイヤーアムシェルロートシルト及び息子の、ネイサン・メイヤーロスチャイルドにより設立された。現在、世界中に57の事業所が存在する。同社は、 世界屈指の企業向けの金融アドバイザーであり、M&A のアドバイザーとしては、世界第7位である。2010年、ナイジェル・ヒギンズが、CEO に就任し、200年以上続いた、同族経営に幕を下ろした。ネイサン・レイア・アーロス・チャイルド18世紀後半から19世紀前半に、かけて、マイヤー・アムシェイル・ロート・シルトは、ヘッセン・カッセル・紅白・ビル・ヘルム9世と古戦という、 共通の趣味を通じて知り合ったのをきっかけに、宮廷御用商人に任じられた。ビルヘルム九世は、アメリカ独立戦争等で莫大な資産を得ており、マイアー・アームシェルが彼の資産を運用し始めたことが、今日のロスチャイルド財閥の始まりである。マイアー・アームシェルの三男である、ネイサン・メイアー・ロスチャイルドはイギリスに渡り、マンチェスターで金融、戦意貿易の業務を始めた。彼は、 しばらくして、ロンドンへと移り、1811年に、NM ロス・チャイルドサンズを立ち上げた。同社を立ち上げたことは、彼が国際市場に介入する理由となった。著名な歴史家にして、ハーバード大学の教授であるニー・アル・ファーガソンは、NM ロス・チャイルドサンズは、世界の債券市場を支配する、国際的な巨大銀行の一つであり、現代で例えると、 JP モルガンとメリル・リンチ、モルガン・スタンレーにおそらくゴールドマン・サックスが合わさった感じの、そう、19世紀においては現在の IMF のように数多くの国家の財政を安定させる役割を担っていたと述べている。19世紀前半、ナポレオン戦争の最中、ロンドンのロスチャイルド銀行はイギリス政府による同盟国へ転送する資金の調達を先導していた。 独自のネットワークによって、スペインとポルトガルに駐留していた、ウェリントン港の軍隊に資金を送ることができた。さらに、ロスチャイルド銀行は、1818 18年に、プロイセン政府に対する500万ポンドの融資を提配し、政府の再建を発行した。政府の計画に対して革新的かつ複雑な、資金提供を行うことは、銀行の主力業務として、 19世紀の大半を追やし形成されていった。1814年、MM バールブルク c o を企業系列に加えた。1825年までには、NM ロスチャイルドサンズはシティにおいての財政力は強大になり、イングランド銀行の通貨発行権を手に入れ、流動性の悪化を防ぐことができた。ロスチャイルドは1833年の奴隷制。 廃止法案の可決のため、150万ポンドを提供したにもかかわらず、奴隷制そのものにも携わっていた。ライオネルド・ロスチャイルド姉さんの長男であるライオネルド・ロスチャイルドは、ロンドン支店長として成功を収めた。特筆すべきは、1875年にエジプトが財政難からスエズ運河の株式を手放そうとした際に、当時のイギリス首相であるディズレーリは、 この株式を購入し、スウェズ運河の筆頭株主になることを決断した。しかし、イングランド銀行から資金を下ろすためには、議会の承認が必要であり、フランスも購入を狙っており、一国を許する事態であった。ディズレーリは、ライオネルの下へ使いを飛ばし、必要な400万ポンドを借り入れた。その際に、ディズレーリが担保にしたものは、イギリス政府そのものだった。 また、ライオネルはフランスに渡ったおじのジャコブ・マイエールド、ロチルドのように鉄道業への投資を始めた。1869年には、ライオネルの息子であるアルフレッド・ド・ロスチャイルドが、イングランド銀行の理事に就任し、以後20年間その役職に就き続けた。さらに、1892年に、ブリュッセルにおいて開催された、国際通貨会議に、 イギリス代表の一人として出席した。ロスチャイルド銀行は、セシル・ローズが発展させた、イギリス南アフリカ会社に投資した。ついで、ライオネルの三男、レオポルド・ド・ロスチャイルドは、1902年に、ローズが亡くなった際に、彼の遺産の管理を行い、オックスフォード大学において、ローズ奨学制度を立ち上げる手助けをした。1873年には、 ドロスチルド・フレルスと共同で他の投資家と共参加し赤字のスペイン国営リオティント同好参を獲得した。彼らはこの会社を再編し収益性の高い業務へと回した。1905年までにはロスチャイルドの出資比率は30%を超えていた。この会社は後の資源メジャーリオティントグループとなる。また、この頃膨大な米国債の発行に関わった。 1887年に、英仏ロスチャイルド家は、南アフリカのデビアスのダイヤモンド鉱山に出資し、筆頭株主となる。1914年までに、FRB の株を獲得した。第一次世界大戦により、ロスチャイルド家の実力に変化が起こった。戦争の後、ロスチャイルド銀行は、 アドバイザー業務へと着実に移行していき、ロンドン地下鉄を含む財政状態の悪い業務への融資を行った。1938年、ナチスドイツはアンシュルスの際、ウィーン・ロス・チャイルド家の財産を募集した。ウィーンのロス・チャイルド家の大半はアメリカやイギリスに亡命し、戦後もオーストリアに戻ることはなかった。これにより、ウィーンのロス・チャイルド銀行は終焉を迎えた。 また、フランスの一族も、第二次世界大戦の間、各地へと散らばった。終戦後、英仏ロスチャイルド家は、ロスチャイルド社となり、M&A や、資産管理が、主力業務となり、20世紀において、いくつかの重大かつ、複雑な M&A のアドバイザーとして、重大な役割を演じる卓越した、グローバル企業へと発展した。1980年代には、 国営企業の民営化の風潮の中、同社はその始まりから関与していて、先進的な立場に位置しており、世界30カ国以上で先駆的な役割を演じた。最近では、1000件以上の M&A に携わり、その金額は1兆ドルを超える。さらに、世界でも有名な大規模企業再編の助言も行っている。 国際的な投資銀行の中でも NM、ロスチャイルドサンズは M&A のアドバイザーとしては常にトップ10に位置している。トムソンファイナンシャルデータによるとロスチャイルドは2007年には390件の要件と5億6600万ドルを扱い市場占有率は12.6%に上った。同社はとりわけヨーロッパ市場において 存在感を発揮しており、特に、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、そしてベネルクス三国では、常にリーグテーブルの上位に君臨している。さらに、ロスチャイルドは、東欧、アジア、中南米において力を広げている。ただし、北米においては、他社に業務を取られがちである。同社は、投資銀行業務を、ゴールドマン・サックスや、JP モルガン、シティグループ、 モルガン・スタンレなどの巨大企業から、ラザード・オフ・レールや、グリーニヒルのような同社と同じ立場の企業と、競り合っている。参照までに、ラザードは、ロス・チャイルドと比べやや小さく、263件と5億2900万ドルを、グリーニヒルはほぼ半分の、34件と2億3900万ドルを、それぞれ取り扱ったと発表している。日本に関する案件では、 アサヒビールが、オーストラリアの飲料メーカー第3位である P&N を買収する際のフィナンシャルアドバイザーに就いた。なお、この買収は未だ完了していない。NM ロスチャイルドサンズでは次の3つの業務を取り行っている。20世紀において、ロンドンの銀行家たちは、ライオネル・ネーサンド・ロスチャイルドとアンソニー・グスタフド、ロスチャイルドの兄弟、兄弟の息子である。 エドムンド・ドロスチャイルドとサー・エベリン、ロバート・ドロスチャイルドの支配下に置かれ続けた。1970年に有限会社から非公開会社に転換した。ロスチャイルド財閥は21世紀初めに企業再編を行った。2003年、サー・エベリンがロンドンの NM ロスチャイルドサンズの会長を辞した際にパリ・オルレアンズ・ SA と共に パリ家のダビド・ド・ロチルド・男爵が会長を務め、スイスのジュネーブで設立されたロスチャイルド・コンティニュエーション・ホールディングスの参加に加わった。NM ロスチャイルドサンズは現在、イギリスで業務を行っており、間接的に、ロスチャイルドの持ち株会社であるロスチャイルド・コンティニュエーション・ホールディングス AG の支配下に置かれている。 ロスチャイルド・コンティニュエーション・ホールディングスの72.5%の株式もダッチ・レジスタード・コンコルディア VG が保有している。さらに、ダッチ・レジスタード・コンコルディア VG は完全に英仏ロスチャイルド家の制御下にある。2008年までロスチャイルド家以外のロスチャイルド・コンティニュエーションの株主は20%を保有する1838年からの 香港における彼らの代理人であるジャーディン・マセソンのみであったが、ジャーディンは2005年に、ロスチャイルド系の RSA インシュランスグループから、子会社のジャーディン・ストラテジックを通じて、株式を買収した。2008年11月19日、オランダの農業組織向け金融機関である、ラボバンクは、食品及び農業関連の財政強化を理由に、 ロスチャイルドコンティニュエーションの株式を7.5%取得する予定であると発表した。FT アルファビルはこの動きはロスチャイルドの資本及び東アジア市場での影響力拡大を支援するためだと断言した。NM ロスチャイルドサンズの本社は200年にわたりニューコートに置かれている。以前の建物を壊し、レムコールハースの設計で4回目の新本社建築が 行われた。鉄筋と、ガラスによって構築されたその車屋の面積は2992平方メートルに及ぶ。ロンドン、マンチェスター、リーズ、バーミンガム、ガンジー、パリ、フランクフルト、ローマ、ミラノ、アムステルダム、ブリュッセル、ジュネーブ、チューリー、ヒストックホルム、マドリード、バルセロナリス、ボン、アテネ、ソフィア、ワルシャワ、ブダペスト、キエフ、ブカレスト、モスクワ、ニューヨーク、ワシントン、DC モントリオール、トロント、バミューダ。 バージン諸島ケーマン諸島、サンパウロメキシコシティサンティアゴでチレ、シドニーメルボルムエリントンオークランドヨハネスブルク、東京北京上海香港、ソウルハノイマニラクアラルンプールシンガポールジャカルタ、ポートモレスビーデリームンバイドーハーブダビドバイ、イスタンブールテルアビブ。ありがとうございます。